ニコル・フォーセットは、アメリカ合衆国のバレーボール選手。アメリカ合衆国女子代表。ペンシルベニア州立大学卒。1986年、テキサス州サンアントニオで生まれる。母は、ライト州立大学時代には、バレーボール選手。その父が1945年の、ボルチモアオリオールズ投手というアスリートの家系である。オハイオ州老眼郡ゼーンズフィールドで育ち。 ベンジャミン・ローガン高校時代はバレーボール代表選手及び総高飛び代表選手であった。2004から5年シーズンにはアタック本数で高校新記録を樹立し、その年のオハイオ州ゲータレードプレイヤーに選出された。ニコルは2003年のアメリカユース代表、2004年にはアメリカジュニア代表に選出された。この間、カナダのウィニペグで開催された。 ノークセカジュニア大会では金メダルを獲得した。地元のアトランティスバレーボールクラブチームに所属してオハイオ州のアタック本数記録を樹立している。進学時期になり同世代で全米の3本指に入る選手と目される中、ニコルは進学先にペンシルベニア州立大学を選ぶ。理由の一つとして同学のレクリエーションビルが どの大学よりもお気に入りの場所になったためと語っている。ニコルは2005年のルーキーイヤーに早くもアベカのフレッシュマン・オブ・ザ・イヤーに選出され、ペンシルベニア州立大学の歴史に名を刻んだ。大学4年間で4度オールアメリカンに選抜され、2008年にはホンダスポーツ賞を受賞した。2009年3月、プエルトリコ女子スーパーリーグのギガンテスでキャロライナと契約し、 プロ選手として歩み始める。デビュー戦となったタイラ・ニーロスで、トワバハ戦では2から3でチームは敗戦したものの18点をマークした。2009年に代表入りし、同年のワールドグランプリ2009及び翌年のワールドグランプリ2 0 1二出場した。2012から13シーズンは韓国 V リーグの韓国道路公社、ハイパスジェニスと契約した。 2013年2月14日のタイアイビーク企業銀行アルトス戦で1試合55得点の世界最高記録を樹立した。ニコルはチームにとって重要な試合でした。自分の得点記録のことは考えていなかった。勝利に貢献でき、とても幸せと語っている。2013年のパンアメリカンカップにて優勝へ導き、 自身もベストサーバー賞と MVP に輝いた。同年8月のワールドグランプリに出場した。ファイナルの最終日に対戦した日本との試合で途中、出場ながらも勝利に貢献し、その試合のミップ賞に輝いた。同年11月のグラチャンに出場し、銀メダルを獲得した。2014年10月の行われた世界選手権ではアメリカ合衆国の初優勝に貢献した。 ありがとうございます。